回のタイトルは XRP ロビンフット SEC ベテラン法律家が重要な最新情報を提供です。ぜひ最後までお付き合いください。証券訴訟における豊富な経験で知られる法律のベテランマーク・フェーゲル氏は最近 SEC とリップルの間で進行中の法廷闘争とロビンフットの規制上の課題に関する進展について重要な洞察を提供しました。フェーゲル氏は最新情報の中で待ち望まれているリップル対 SEC 訴訟に関する SEC からの回答概要を明らかにしました。リップルは反対準備書面で20億ドルという高額の罰金を求める SEC の追及に異議を唱え、罰金の大幅な軽減を主張しました。フェーゲル氏は5月6日が SEC の回答準備書面の期日ですが、裁判所が判決を下すまでに1から2ヶ月かかる可能性があり、評決に関する早計な憶測は無駄になる可能性があると強調しました。同氏は控訴の可能性について言及し、罰則に関する裁判所の決定に関係なく SEC は事件の諸側面を控訴する選択肢を保持していると繰り返し、 SEC がこれまで控訴に傾いていたことを強調しました。 SEC 対ロビンフット。一方ロビンフットは訴訟の可能性に関するスタッフの勧告を伴うウェルズ通知を SEC から受け取り、再び規制上の注目を浴びています。この動きはロビンフットに対して発行された召喚状に続くもので、同社の暗号通貨事業の様々な側面に焦点を当てています。フェーゲル氏はウェルズ通知の重要性を明確にし、その性質についての誤解を払拭しました。一般に信じられていることに反して同氏はこれは SEC の調査の終了を意味し、執行措置の勧告に先立って行われると説明しました。通常この手続きは数ヶ月に及び、最終的には連邦裁判所での手続きに至ることが多いといいます。暗号通貨愛好家たちがさらなる進展を心待ちにしている中、市場全体の未来を形作る法廷と規制当局の決定に注目が集まっています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。